ははいこんにちは正です、えー、今回は、えー、落合陽一さんの「0歳から100歳まで学び続けなければならない時代を生きる学ぶ人と育てる人のための教科書」という、まあ、少し長いタイトルの、えー、本をご紹介したいと思います。でまあ、落合さんというのは、えー、と大学の先生もやられてますし、まあ、最近は子供が生まれてですね、まあ、教育とか子育てというところであの僕が非常に参考している人です。 で今回ですね、この本を読んで、えー、伝えたいこととしましては、まあ、現代に合わせた最先端の子育て論というところを、こちらを6つほどですね、えー、お伝えしたいと思います。えー、まず1つ目ですね、えー、自分の価値観を常に疑うというところで、えーまあ、まずは、まあ、子供よりも僕たち親である教える側の意識を重視しましょうというところです。えー、なぜかと言いますと、 まあもしかするとあの自分の価値観というのはもうすでにもう時代遅れなんじゃないかというところで、もしくはこれからの社会でもうスケールしない可能性があるというところで、まあ、これからの大人のマインドセットとしてですね、まあ、常に持つべきものとしてもう自分の価値観を常に疑うというところで、えーまあ、昨日の常識はもう今日ではもう時代遅れになる可能性はあると。でまあ、これを 当たり前のように思えるでしょっていうのがこれからの教育者の目指すべき姿なのではないかなというふうに思います。で2つ目ですね、既、え、成、ー、概念にとらわれない勉強方法というところで、えー、皆さんは、えー、子どもの勉強というのを、えー、学校任せにしてませんかというところでまあ 僕もついついい、ね、自分のことで忙しくて、まあ、子供の勉強について、まあ、おろそかになってしまう部分があります。でただ、えーとまあ、ご存知の通りですね、まあ、今の学校教育というのはもうまるで時代遅れということで、まあ、本当にこれからの社会を生きるために、まあ、最適な勉強法なのかというのはもう甚はだ,はだ疑問です。で、まあ、宿題を絶対やりなさいとかですね、まあ、先生の言うことを聞きなさいとか、まあ、みんなやってるんだからみたいな、まあ、こういう言葉というのを 結構使っっってててしまいいるっていうので、えー、もう魚を与えるのではなくて、えー、釣り方を教えろっていう言葉がありますけども、まあ、この通り、もり人生100年時代っていうのは、まあ、子供にとって最もあの大事なのが、まあ、どう学ぶのが自分にとって効率的なのかっていうのを理解することが大事なのかなというふうに僕も思っています。 まあ、つまり、フラットな頭で、まあ、僕たちも子供と一緒に考えましょうということになりますね。はい。続いて三つ目、えー。意見を引き出す魔法のキーワードというところで、えっ、ー、と、これは、あの、落合さんがあの大学の授業中に、えー、よく使っている言葉らしいんですけども、えー、まあ、これは僕が今思いついたことだから、まあ、正解はないんだけどねっていう言葉を言うそうです。で、まあ、これを言うことによって、 まあ正解がないということをぜ、えー、前提としているので、まあ、意見が多く出るようになるそうです、まあ、子供に自由な意見を出させること自体が、まあ、子どもの感性とかあとは読解力とかにつながるので、まあ、意見を出しやすくすること自体は、まあ、とても有効な教育になると思いますで大事なのは、まあ、そしてこ,こちら側でもですねその意見を消して否定をせずに まあ一緒につそれについて考えましょうという態度を重視することが大事というふうに落合さんは言っています。はい、続きまして4つ目ですね、えー。経験により大きな能力差生まれるってことですね。えっ、ー、と、天才と凡人の差ってどうやって生まれるかって分かりますかね,ねやっぱりあの頭の良さとか、まあ、あとは 特殊能力っていうふうに僕らは思いがちなんですけどもあのこれについては落合さんの意見では、えー、人の持っている基本能力に差はほぼないというふうに言っておりますじゃあなんであの違いが生まれるのかっていうところなんですけどもえっ、ー、と落合さんは、えー、の希少な経験のみが大きな差を生むというふうに言っていますえっ、ー、と例えばなんですけども、あのーまあ、何か特殊な、えー、職業の 方がいますかね、えーとまあ、僕はそのサラリーマンなんですけどもあの芸術家とかですねあの彫刻家とか画家とかいう人が、えー、自分の子供に、えー、その彫刻をする姿っていうのを一、まあ、日見せるとかですね、まあ、それだけで、えー、と他の人が味わえないようなとても貴重な、えー、と経験を子供の頃詰めると、まあ、そういったことそのたった一日の、えー、と他とは違った経験っていうのが、まあ、大きい差を生んでいくということなんですね。 でまあ、なのでとにかく、まあ、多様に、えー、多くの経験をさせるっていうのは、えー、と大きな差を生むというところで、えーとまあ、勉強させるより、まあ、より多くの変わった経験をさせる方が、えー、と子どもの教育にはいいというふうに落合さんは、えー、おっしゃっております、はいで。続きまして5つ目ですね、えー、隔たりを許容するというところですね。 えとこれ非常に勉強になったんですけどもあのー、まあ僕も息子とかにですねあのサッカーとかピアノとかやらせてるんですけどもでまあサッカーとかピアノとかは OK だよっていうふうに伝えていてでただ YouTube やゲームっていうのはあのーまあ、当然はまってるんですけども、まあ、これらとかは、えー、と世間的にはよくないことみたいなことに言われてますのでまあ大人はついについこれ。 こんなな意見になっちゃいますよねサッカーピアノはいいけど YouTube 系はダメだよって、まあ、これがえっ、ー、と良くないことだっていうことでまあ隔たりがあるからこそこれからは、えー、これからの時代っていうのは価値が高く重要になっていくんだというふうに落合さんは主張していますまあこの隔たりっていうのはもう人の熱中からしか生まれないですまあそれがどんなことであっても子どもの熱中っていうのはまあ大人が大人側 妨げるようなことはしない方がいいっていうふうに、えーまあ、僕自身もですねそれを持っていますあの実際にですね YouTube とかあのゲームをガチでやってる子どもの,あの成果っていうのを見たことがありますかね、まあ、YouTube を通して結構びっくりするぐらいいろんな知識っていうのを得てるんですよねあとはゲームとかっていうのはもう友達と当たり前,当たり前のようにその僕は教えてないんですけどもオンラインで、あのー、楽しんでたりとかするんですよなのでまあ 学びは大きいということですね。あのーまあ、いやいやする学校の宿題と,、えー、と自分で好きで熱中してやる方、まあ、どちらの方が子どものためにはなるのかっていうのを、まあ、よく考えてあげる必要があるのかなというふうに僕も思いましたで最後6つ目ですね、えー、成長する思考をインストールさせるということでえっ、ー、とこれは何かと言いますとえっ、ー、とまあインターネット が、まあ普及してまあ、これからの世界っていうのはもさらなる加速で、えー、技術革新されていきます。とっていうところですね。で、そうなるとえっ、ー、とこの時代だとまあ答えのあるテストをしているだけ。では、まあ、今の社会に適合した知識とを得るというのはまあかなり難しいのかなというふうに思います。まあ、そこで落合さんの進めてる思考法としてですね。えー、ま、感覚や感だけに頼られないでまあ、データを集めて。 それをトライアンドエラーを繰り返した経験から最適解を割り出しましょうということですね。まあ、つまり、まあ、仮説を立てて、検証して失敗て、これを積み重ねる経験をさせることが大事だというふうに言っています。で、僕もですね、これは非常に大事だなというふうに捉えていて、で今まで僕はあの子供がこれってなんでこうなるのみたいな質問をされてたときによし、一緒にググってみようみたいな答えをしていたんですね。 でしかしこれではあの仮説を立てるという視点が養われないんですね。なので、まあ、僕自身もあのこれからはあのどうしてだと思うと、まあ、子どもの意見を聞いてからですね、まあ、検索をしてみたいなというふうに思いました。ではこれを繰り返していけばあの一応仮説検証失敗みたいなあのこの考えがですね、まあ、自然と身につくんじゃないかなというふうに期待しています。 えー、今回は、えー、僕が実践したいことっていうのを6つまとめたんですけどもあのこの本にはですね、まあ、これ以外にもあの多くの教育論が語られています、えーまあ、特に今回は省略してるんですけども、まあ、落合雄一さんの、えー、幼少期とかについあとはですね、えー、日本のスティーム教育についてとか、まあ、この辺が取り上げられています、まあ、落合さんはもう大学教授とかあの経営者っていう立場もありますので、まあ、当然よく 検討されていまあ子どもの教育に関してはもう終わりのない課題ですのでえー、っとまあ今回ご紹介した通おり、まあ、僕たち親側のアップデートというのも、えー、答えることなく続けていきたいというふうに思っております。えー、皆さんも、えー、気になった方がいましたら是非、えー、読んでみてください。はい 今回は以上になります。これからも僕が面白かった方をどんどん紹介していきますので、チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。また、ブログやツイッターでも発信を続けております。ぜひフォローしていただけると嬉しいです。はい、それではまた会いましょう。では。